私の名前はパニコ、29歳。夫のたかしと結婚して、今年で3年目。やっと私たち夫婦にも待望の赤ちゃんが。しかも嬉しいことに、生まれてくる子は双子の女の子。私もたかしも双子ちゃんに会えるのが楽しみで、早くその日が来ないかなーと、いつもそんな話ばかりしてるんです。ただ、初めての子育てなのに双子だなんて、ちょっと心配もあるけれど。私たちの住んでいる場所は、義実家から車で10分くらいの距離。思い切って結婚した時に一戸建てを購入したんだ。パニ家は飛行機で移動しなければならないほどの距離だけど、ありがたいことに、義両親との関係も良好ですし、何か困ったことがあったらすぐに支援してもらえるといった環境なんです。ただいま。パニコ、体調どう？おかえり、たかし。今日もお疲れ様。体調は変わりないよ。今日は天気も良かったし、少し散歩もしたんだ。散歩か。いいね。お腹の子もきっと喜んでるよ。本当に楽しみだ。双子ちゃんに会えるまで、あと37日か。たかしったら、またカレンダーを見て確認してたのね。だって、今の俺には、それだけが楽しみなんだもん。我が子のためなら、どんなことだってするぞ。あら、本当に頼もしいパパだこと。とっても心強いわ。いつもありがとうね。いえいえ、パニコにはこれから頑張って可愛い双子を出産してもらわなきゃならないから、俺もできる限りのことはやらなきゃな。夫のたかしも、生まれてくる双子に会えるのを、まだかまだかと待ちわびている様子。こんなにみんなから祝福されて誕生する双子ちゃん。きっと、いや、絶対に幸せなんだろうな。そういえば、産後のことなんだけど、どうしようかな。お、どうしようって？初めての育児なのに、いきなり二人もまとめてお世話しなきゃならないでしょ？実家に里帰りするか、このままこっちで産んでたかしのお母さんに手伝いに来てもらうか悩んでたの。は？手伝ってもらうだって？え？うん。いや、だってほら、お母さんは育児経験もあるでしょ？育児はもちろん、私だって妊娠前の体に戻るまでには安静が必要だしさ。いや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 、そんな必要ないじゃん。え？私は、思いもよらないたかしの言葉に戸惑ってしまいました。てかさ、念のため聞いておくけど、出産した後の俺の食事の準備や身の回りのことは誰がやる？え、そりゃさすがに、産後くらいは自分のことは自分。はぁ？何考えてんの？パニコ、出産後もそういうのはパニコが全部やるんだよ。そんな、だって産後は大切な時期。そんな甘っちょろい考えは捨ててくれよな。この世の中には、誰からも助けを借りず、必死に子育てしてるママもたくさんいるんだから。それはそうかもしれないけど、でも双子だよ。きっと私たちが想像してる以上に大変だよ。それでも育児は母親が一人でするのが基本。わかったか？口答えはなしだからな。突然不機嫌になったたかし。私はあまりの突然のことに驚きを隠せませんでした。しかし、この日以降、夫の態度は180度変わってしまったの。会話もろくにせず、仕事が終わって帰宅しても、食事を食べた後はすぐに自室へ行ってしまうんです。妊娠のことや出産後の子供のことを聞いてくることもなくなりました。なんなの？もうすぐ出産だっていうのに。そう思っていた翌日、タイミングよく義母が我が家にやってきました。パニコさん、調子はどう？お母さん、いらっしゃいませ。おかげさまで順調です。いつもありがとうございます。もうすぐ出産ね。初孫、とっても楽しみだわ。私も楽しみです。お母さん、一気に二人のおばあちゃんになるんですね。ほんとね。嬉しいわ。パニコさんのおかげよ。ありがとう、パニコさん。それより、産後のことは決まった？え、里帰りする？それともこっちで出産？私はどちらでも大丈夫よ。お手伝いする準備はできてるから、いつでも遠慮なく言ってね。はい。お母さん、ありがとうござ、あらあら、どうしちゃったの？ママが泣くとお腹の双子ちゃんも悲しむわよ。そうですよね。でもなんだか、お母さんの優しさが嬉しくって。何言ってるのよ。出産は一人でするものじゃないの。私だってたかししか産んでないけど、昔は実家はもちろん、姑、それに大姑にもたくさん支えてもらったのよ。そうなんですね。みんなでパニコさんを支えるから安心してちょうだい。ほらほら涙を拭いて。大丈夫よ。たかしだってきっと張り切って手伝ってくれるに違いないわ。そうですよね。はい、ありがとうございます。でもお母さん、違うんです。本当は私、そのたかしのことで悩んでいるんです。でもね、義母には言えませんでした。可愛い一人息子の悪口になっちゃうし、優しい義母を悲しませたくなかったの。本当はたかしに言われたことすべてを義母に伝えたかったですよ。本心はね。それでも、こんなに初孫が生まれてくることを心の底から楽しみにしている義母に、結局相談することはできませんでした。けど、ほら、よくいるじゃない？子供が生まれる前はそうでもなかったけど、生まれてきたら激変するパパって。急にイクメンになって、子供が嫌いだったはずがデレデレになって、その変貌ぶりにびっくりするって話。子供が生まれれば、育児がどれだけ大変なのか、きっとたかしだって理解してくれる。私はそう信じることにしたんです。そしてそれから数日後、私は夏の暑い日に双子を出産しました。生まれる前から決めていたんだけどね。名前はパニミとパニエっていうの。結局私は里帰りはせずに、退院後は自宅にと決めたわけなんですが、たかしは未だ不機嫌なのか、入院中も一度も顔を出してくれませんでした。私のことはいいにしても、せめて双子の顔を見に来てくれてもいいのに。そして、退院日、病院までは、義両親がお迎えに来てくれました。あら、かわいい双子ちゃん。お肌も真っ白で目もクリックリ。これはパニコさんにね。ほんとだ、かわいいな。パニコさん、こんなにかわいい孫を産んでくれて、ほんとにありがとう。さあ、我が家に帰りますよ。そうだな。パニコさん、重いものは俺が持つから。パニコさんは自分の体を大事にな。両親は双子の誕生をとっても喜んでくれています。私のことも本当に気にかけてくれてね。それに引き換え、今日が退院日だとしておきながら、迎えにも来ない夫。一体何を考えてるんでしょう。メッセージを送ってもする。電話をしても留守電。ちっとも返事なんて気やしません。迎えに来る気すらないのだと思います。仕事は休みなはずだから、きっと家にはいるはず。そう思って帰宅すると、たかしはソファーにごろ寝して、スマホゲームをしていました。私はその様子を見ただけでかなり怒りがこみ上げてきたけど、それでも、これから双子育児で大変だから、たかしの機嫌を損ねないようにと、明るい声で言いました。ただいま。ああ、やっと帰ってきたか。お疲れ。たかし、あんたこんなとこで何や。ああ、父さんも母さんも、わざわざ送迎ありがとうね。お前な、自分の子供が生まれるってのに、見舞いも来ずに何を。ああ、はいはい。悪かった悪かった。俺さ、忙しかったんだよね。この人手なしが、忙しかったってどの口が言ってんだい。そうだぞ。お前はいつも自分のことしか考えてないんだな。そうよ。パニコさんが大変だって時に、今だってスマホでゲーム。あ、お母さん、いいんです。それより荷物。私はもう面倒になってしまってね。それにほら、双子ちゃんのお世話、それに荷物の片付けとか、やることが山のようにあるんだもの。たかしなんてどうせすぐに戦力になるわけないし、ここでいざこざを起こされるよりは、はいはいって流して、先に育児ができる環境を整えるのが先だと考えたわけよ。それを察してくれたのか、義母も。ああ、そうね。こっちの支度のが先よね。たくたかしたら。パニコさん、可愛い孫とあなたのために力になりたいから、何でも言ってね。そうだよ。俺たちにできることなら、何でもするからさ。はい、ありがとうございます。いい？産後しばらくは家事なんてやる必要ないんだから。私とお父さんで交代に来るから、自分の体と双子ちゃんのことだけを考えてね。お母さん、お父さん、ありがとうございます。私は本当に嬉しかったわ。世の中には嫁姑問題や、義両親との関係に悩んでいる人も多いみたいなのに、私はこんなに優しい義両親に温かい言葉をかけてもらって。なのに、どうしてこの二人からこの人が、一体何考えてんのかしら。手伝いもしない、双子の顔すら見ないたかし。おまけにこんなことまで言い出したの。じゃあ、父さん母さんお疲れ様。ああ、でもほら、せめて晩ご飯の準備だけでもさ。いやいや、あとは俺に任せて、もう帰ってもらって大丈夫だよ。でもね、一緒に食べようと思って、パニコちゃんの好きなプリンも。お母さん、気持ちだけはありがたく受け取るよ。でも、母さんに甘えてばかりも良くないからさ。なあ、パニコ。パニコもそう思うだろ？え？パニコさんが大丈夫なわけないだろ。今日退院してきたばかりなんだぞ。そうよ、そうよ。出産後の今は一番大切な時期なんだからね。それなのに。っつってんの。ここは俺とパニコの家だぞ。帰ってくれっつったら帰ってくれよ。じゃないと、もう二度と孫に会わせないぞ。そんな。母さん、また明日来よ。な、ただし、とりあえず今日は帰るが、パニコさんに無理させるなよ。はいはい、わかったわかったって。たかしがこれ以上ヒートアップしたら、後で余計に困るのは私。ギフはそう気を利かせてくれたんでしょう。たかしが怒り出す前に、さっと身を引いてくれたの。でもね、やっぱりというかなんというか、案の定、私にみんな丸投げなの。私はゆっくり横になる暇もなく、双子の育児に追われることに。たかしは育児に無関心で、双子が泣いていても、助けてくれるような気配すらありません。それどころか、自分の飲み物もリモコンも雑誌もスマホの充電器も全部私に取れって言うし、夕飯はあれが食べたいこれが食べたいってわがまま言うし。だから私ね、ちょっと強めに言ってやったの。だってもう我慢の限界だったんだもの。ねえ、たかし、ちょっと手伝ってもらえない？私パニミのおむつを変えるから、パニエが泣き止むまで抱っこして。だからお前は何度言ったらわかるんだよ。子育ては女が一人でやるものだって教えただろ。そんな、無理よ。見たらわかるでしょ？うっせえな。なもん、産んだらできるようになるのが当たり前だろ。女なんだから。そんなわけないでしょ？私だって手探りで育児してるの。第一、あなただって父親なんだから、できることだけでもやってくれてもいい。うるせえ！つべこべ言ってないで、早く二人を抱き合わせて、俺の食事の準備をしろよ。お前入院して楽してただろうが、これまで怠けていた分、しっかり働いてもらうからね。ひどい。私は自分の目、そして耳を疑いました。たかしは本気でそんなひどいことを言ってるのかって。夢だったらいいなぁ、なんて無駄な期待を抱いてしまうほど信じられない非常識発言。もう目の前にいるのが自分の旦那だってことが本当に悪夢のように感じたの。そして必然的に私の脳裏をよぎる離婚という二文字。私は日が経つにつれ、その思いは現実味を増していくように感じられました。でもね、それでも嫌おうなしにやらなきゃいけない双子の育児。常に寝不足で頭がぼんやりしている状態。髪はボサボサだし、睡眠時間を確保するためなら、顔を洗う時間、食事をする時間すら惜しいとさえ思うようになっていました。とにかく、一人で双子のお世話をすることは、想像以上に大変だったんです。しかしそんな中、さらなる悪い出来事が起きました。ある日の休日。パニコ、ちょっと話があるんだ。ん？話って何？さ。てか、俺の話、ちゃんと聞けよ。でもね、私、見ての通りものすごく忙しくって、パニミがミルクを吐いちゃってるし、パニエのおむつ替えも途中で。じゃあとりあえずはっきり言わせてもらうよ。離婚しよう。俺もう耐えられないんだ。え？離婚しようって言ったんだよ。俺、これからはパニコや子供たちに縛られず、自由になりたいんだ。は？ちょっと、私がポカンとしていると、たかしはさらにびっくり発言を繰り返したの。だって、人生はたった一度きりなんだぞ。俺は絶対に後悔したくないんだ。俺の気持ち、分かってくれ。俺に女の賭けでもあると思うなら、調査でも何でもしてくれ。でも、俺はとにかく、これから自分の人生を生きる。ここに離婚届を置いておくから、あとはよろしく。そう言って、自分の欄を記入済みの離婚届を机の上に置いて、出て行っちゃったの。もう私、呆然。声すら出すのを忘れてましたよ。なんなのあれ。わけがわからなかったので、私はとりあえず義両親に相談してみました。すると、慌ててうちに来てくれたんです。どうしてこんなことに、パニコさんごめんなさい。たかしたら一体何考えてんのかしら。私もさっぱり。たく、あいつ、子育てをパニコさん一人に任せて、無責任にも程がある。私も突然のことでどうしていいか。一応実家の両親にも報告はしたんですけど、両親もあまりの急な展開についていけてないみたいでして。そりゃそうよね。私たちだって驚いてるもの。それにしても自分勝手な子。あんな子感動よ。そうだそうだ。今後困って泣きついてきても、絶対に助けてやる必要なんてない。あんな奴もう息子じゃない。絶縁だ。こんな状況になっても、私の味方になってくれる義両親。本当は離婚届を出した後、すぐにでも実家に戻ろうと思っていましたが、義両親はパニミとパニエが成人するまで、金銭的にも支援してくれると約束してくれたの。一戸建てもあるし、義両親も優しいし、経済的援助もしてくれるって、本当にありがたい話。だから私は離婚後も、実家には戻らず、義実家のすぐ近くで双子を育てる決心をしたんです。それからというもの、子育てに奮闘する毎日。義両親の他にも、ご近所さんも優しい人ばかりでね。新鮮な野菜を持ってきてくれたり、多めに作った食事をお裾分けしてくれたりと、パニミもパニエも、たくさんの人から愛情をもらって育つことができたんです。そして月日は流れ、気がつくと二人はもう中学生。今日は二人の誕生日。双子が年を重ねるごとに、義両親は盛大にお祝いをしてくれました。パニミ、パニエ、お誕生日おめでとう。こんなに大きくなって、じいじい今年も生きていられてよかった。ちょっとじいじったらまた泣いてるよ。ほんとだ、じいじって世界一優しくて泣き虫だよね。こらこら二人とも、じいじは二人がまだ赤ちゃんの頃からずーっとお世話をしてくれたから、成長を見ることができて嬉しいのよ。そうよ。自分が父親代わりになるんだって張り切っちゃって。保育園の運動会に若いお父さんと一緒になって走って、思いっきり転んで、病院に担ぎ込まれたこともあったくらいなのよ。あ、それ私覚えてる。でもじいじの見た目はダンディーで若いから、パニミのクラスの子はかっこいいねって言ってるよ。確かに、パニエのクラスの子もじいじのこと、イケオジって言ってたかも。あらまあ、よかったじゃないですか。ねえお父さん。嬉しいよ。じいじ、嬉しすぎるよ。とにかく二人が大人になるまで、しっかり見守っていきたい。ただ、それだけなんだよ。ああ、余計泣いちゃったよ。おじいじ、可愛いんだから。でもね、それから半年後、義父が病気で他界。私はもちろん、義母もパニミもパニエも、突然のことで頭が真っ白でした。そして葬儀は本当に近しい人だけでお見送りをすることに。お通夜、葬式と家族だけでつつましやかに取り行い、悲しみに包まれながらギフトのお別れをしていたんですが、嫌な声が聞こえてきたの。私たちの背後から。あれ？あ、もしかして、パニコなのか？久しぶりだなぁ。悪いなぁ、父さんの葬儀にわざわざ来てくれて。えちゃ。そう、声をかけてきたのは、元夫のタカシでした。けど、昔のタカシとは随分と違っていました。髪は薄く、お腹はブヨブヨになっていて、服もボロボロ。自由になりたいとわがままを言い、自分の人生を悔いなく生きると宣言し、妻と子供を捨てて家を出た人とは全く思えない風貌です。私が唖然としていると、タカシはとんでもないことを言い出したの。大きくなったな、二人とも。待たせて悪かったね。ほら、パパのところにおいで。パパとやり直そう。は？もう、信じられませんでしたよ。勝手に出ていたくせに、いきなり戻ってきて何言ってんのこの人。でもね、私が来るのはお見通しだったし、こいつに言いたいことは、娘たちが私の代わりに全部言ってくれたの。さ、こいつ、実の娘たちに成敗されちゃったってわけ。あんた誰？誰って、俺は私、知らない人と話しちゃいけないってママに言われてるんで。いや、俺は知らない人じゃ。ねえ、ママ、この人やばい人じゃない？通報する？通報ってそう。とりあえずママに話しかけた瞬間から会話は録音してあるけど、どうやら色々準備をしておいた方が良さそうね。いや、俺は、お前たちのパパで怪しい人じゃ。ねえ、この人、パパだとか言ってない？確かに、なんかそんな嘘っぱちほざいてた。嘘じゃないって、俺が君たち双子のパパだよ。ずっと会いたかった。長い間待たせてごめん。ふざけんな。どうやら手加減なしでいいみたいね。え？恥を知れ。え？たかし、もうこれ以上余計なこと言うのはやめた方がいいのに。この子たち、あんたが思ってる以上に IQ 高いし、家族を捨てたあんたのことを相当恨んでるんだから。なんて思っていると。てかさ、自分から現れるとはね。ほんと、飛んで火にいる夏の虫。あんたがママに支払うべき慰謝料、じいじとばあばが立て替えてくれてんだよ。慰謝料？それだけじゃないし、養育費もだよ。そうよ、利息もきちんと払うのよ。だからわざわざ泳がせておいたの。そうすれば利息がどんどんかさんで、金額が大きくなって、あんたが苦しむことになるものね。いや、俺、休養を思い出す。あらあら、逃げようったってそうはいかないわよ。そうよ、ママを誰だと思ってんの？パニー系のパニコよ。あんたがママに隠れて散々ギャンブルにハマって借金やるのも。キャバクラにハマって散財して、さらに借金しまくって。それがバレそうになって、ママと私たちを放って逃げ出したのも。逃げ出してしばらくどこに隠れていたかも。バイト暮らししながら返済してたけど、それでも首が回らなくなって、結局こうしてママに頼って楽しようって魂胆で戻ってきたのも。全部パニ家のみんなが調査済みなのよ。というわけなのよ。たかし、あんた、終わったわね。お父さんとお母さんに育児を手伝ってもらいながら、あんたについては、私の実家、つまり、パニ家に任せて、徹底的に追跡してたのよ。今の今までね。パニ家から逃げられるわけないのにね。そんな簡単なことすらわからないなんて。そうよね。パニ家的に回して生きられるとでも思ったの？おつむがお弱いのね、おじいさん。たかし、もうすぐパニ家から派遣されたお迎えが来るわ。そしたら就職先まで直行して、今日からすぐにでも、お父さんとお母さんに立て替えてもらった慰謝料と養育費、返すのよ。自分でこさえた借金もあるし、あんた、永久就職ね。おめでとう。もう、たかしはぐーの音も出ないみたいね。すでに泣いちゃってるし。というわけで、たかしはその後、ものの数分で、数人のがたいのいい男たちに引っ張られて、黒塗りの車に乗せられていきました。そして私たちは、それから無事にギフトの別れを果たしたの。安らかな顔をしたギフトの別れは辛いけど、きっと、天国から変わらぬ優しさで見守っててくれるよね。たかしはその後、借金返済だけの極貧暮らし。もちろん一生涯許されるわけないみたいね。ま、自業自得、ざまです。一方私はというと、相変わらず義母と仲良くやっていますよ。双子もすくすく育ってるしね。しかし、驚いたわね。お父さんの葬儀に顔を出したのも驚いたけど、まさか、パパですよってやると思わなかったわ。ですよね。でも、パニミとパニエがあっさりやっつけちゃいましたけどね。そうね。ほんと、パニミちゃんとパニエちゃん、天才だわ。パニコさんが頑張って子育てしてくれたおかげね。お母さん、ありがとうございます。私こそ、お母さんとお父さんのおかげで、ここまで来れたんです。私、みんなに支えてもらって、双子もこんなに立派に成長してくれて、私も頑張らなくちゃ。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。